どうも、カウンセラーのカズキです。本日は ADHD と ASD、アスペルガーの人はどう違うの？仕事準備編ということについてお話しします。僕ら ADHD や ASD、アスペルガーなんかを持っていますと、とにかく生きづらいと。常になんかせわしなく動いている。何事もうまくいかずに人生つらいよ、なんてことありますよね。そんな方がクリニックに行かれて発達障害だと言われたんだけれども、何それと、何が ASD アスペルガーで何が ADHD なのみたいなね、ちょっと正直わかんないじゃないですか。そんな方のためにどういった特性特徴がそれぞれあるのかというのをね、お話しできればななんて思います。もちろん違いというのはたくさんあるんですけども、特に仕事で僕ら困るじゃないですか。なので朝の準備編ということにね、フォーカスして今日はお話しできればななんて思います。この動画が好評でしたら、仕事の出勤中とか帰宅編、休日編みたいなね、いろいろ出していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。というわけで ADHD と ASD の違い、まずは起床時に困ることについて。まず ADHD なんかはもう眠くてうだうだしてしまいます。2度寝、3度寝、4度寝、ギリギリまで寝てしまう。で、起きたら起きたでスマホ見たりとかもするんですけども、見すぎてね、結局時間がギリギリになるみたいなことありますよね。もう常にカツカツの時間で生きてるなんてのが ADHD の特徴です。これは時間配分のね、苦手さだったりとか、やっぱりピンチにならないと行動できないみたいなこととか、衝動的にね、欲望に流されるっていうところがあるんですね。じゃあ ASD アスペルガーの場合はどうかっていうと、結構早起きなんかは得意な場合が多いです。ただやっぱりね、慢性疲労を抱えていることが多かったりとか、感覚過敏で眠りが浅いとか、起きても体振動とか、何かと睡眠のね、満足感が低いってことが結構挙げられたりします。些細なね、音で起きてしまうなんてのもここに挙げられたりしますよね。もちろん ADHD の方も結構ね、周りが気になっちゃうと寝れないって人多いんですけども。で、これ今ちょっと被る部分っていうのも多少出てくるんですよね。私 ADHD って診断されたけども、眠り浅いし、睡眠がね、質が悪いし、なんか小さな物音で起きちゃうとかっていうね、方もいらっしゃると思うんですけど、 100% ADHD とか 100% ASD って方実はいらっしゃらなくて、こういろんな特性が交わり合うので、自分はどちらの特性の方が強いんだろうななんていうのを見ながら、こちら動画見ていただければななんて思います。そしてこのことによる対策なんてのは後ほど後半でお話しできればと思いますので、ぜひね、最後までチェックしておいてください。そして発達障害の方、準備で困ることについてお話しします。これ ADHD の場合というのはですね、もうとにかく忘れ物とかなくし物が多いです。なおかつギリギリまで寝ていますから、バタ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 ですね、やってもう部屋中散らかってるみたいなことありませんか？あなたの部屋散らかってますか？それともめっちゃ綺麗ですか？いや、綺麗ですよってね、自信を持って言える方なんてのはなかなか少ないのかななんて思うんですけども、やっぱりいろんなところに物が散乱してますから、持っていかなければいけないものがどこにあるのか分かんないとかね、鍵がない、スマホがない、あれメガネどこやったっけってね、時間がロスしてしまうと。もちろん事前に準備するなんてことがなかなかありませんから、とりあえずよく分かんない書類をカバンにぶち込んで持っていくみたいなパターンって結構ありますよね。それがゆえにカバンは常に重いと、石でも入れてんのかってね、友達とか周り上司とかね、同僚から言われるみたいなことも、僕も実際ありましたし、 ADHD のことは整理整頓ができずにいろんなものを持ち運ぶという特性があります。じゃあ ASD アスペルガーの人どうかというと、結構きっちりきっちりね、やっぱり緊張感が常にあるタイプの人が多いので、事前に心配で済ましておくっていうことが多かったりします。ただね、念入りに念入りにやりすぎて荷物が重いっていうのはね、あるあるですよね。どちらにしろ荷物は重いんですけども、一時期僕はですね、毎日ガラガラを持って移動してました。キャリーケースですね。旅行行くの？いや別にいつもこれ持ってるけど、みたいなね。そのぐらい書類とかノートとかパソコンとかね、いろいろ重いんですよ。で、リュックだと肩こるじゃないですか。で、しんどいなーっていうのが続いてキャリーケースになるっていうね。で、キャリーケースもそんなに前に使われることを想定してないから、タイヤとかボロボロになってね、タイヤ取れてるんだけども、それも気にせずに、まだ捨てるのもったいないしなってずっと使ってるとかってね、そんなことがありました。これをね、聞いて、わかるわーって言ってくださる方は、結構しっかりとした ASD、アスペルガーの方なんで、仲間ですね。
そういったですね、まあ、準備ということに関してそれぞれカラーがあるんですけれども、何かと行きづらいとかやりすぎてしまうということが特徴として挙げられます。そして最後、出発で困ることについてお話します。 ADHD の場合は、まあ、とにかく忘れ物が多く、何度も家に戻るっていうことはあるあるです。あれ、鍵閉めたっけ、あれ、定期がない、あれ、うわ、財布がない、携帯がないってね、取りに帰る。で、2回ぐらい帰ってもう遅刻やんみたいなねよくありますよね。しかも出るのもギリギリなもんですから、とにかくダッシュで向かうみたいなね。で、最終のこれ乗り遅れたらやばいなっていう電車をですね、全ての ADHD の人は把握していることがありますね。じゃあ39分の電車に乗り遅れたらやばいってダッシュするみたいな。で、1分前に駅に着いて、どうしよう、お茶買いたいけど、うん、今の買ったら、買っちゃおう。で、あー、乗り過ごした。すいません、ちょっと電車が、みたいなね。とか、あと、電車乗ったはいいけども、5分とか遅延したらもう遅刻みたいなね。すいません、遅延してまして、みたいな。いや、もっと早く来いよ、みたいなね。これは ADHD が遅れる原因だったりとかもしますので、なかなか、ね、仕事がうまくいかないだけじゃなくて、遅れて怒られるってことは多いです。そして ASD、アスペルガーの方なんかはね、まあ、順調にきっちりきっちり出発することはあるんですけども、もうこの時点で基本的に疲労してます。疲れてます。ADHD の人はね、もう道端でダッシュするから疲れるっていうのはあるんですけども、基本的に慢性疲労をですね、ASD、アスペルガーの人っていうのを抱えておりますので、もう着いた時点で1日の終了みたいな、疲れた、みたいなね。で、なおかつ電車座らなかったら地獄ですよ。30分とか1時間とかずっと立ってなきゃいけないわけじゃないですか。そりゃ、しんどいよ。それ行きづらいよっていう話なわけです。本来であれば、出勤した時点で100点満点、あとは消耗戦だよね、なんていうふうにね、僕は普段言ってるんですけども、いや、仕事を着いた後もきっちり頑張んなきゃいけないって 120% の力でやるからこそ、自分は仕事向いてないんじゃないかなって、落ち込んでしまうと。劣等感が大きくなってしまう、なんてことがあります。いかがでしょうか？あなたは ADHD と ASD、アスペルガー、どっちの傾向が強かったですか？準備に関しては ADHD だけども、まあ、出発に関しては ASD っぽいなみたいなね、いろいろあったかななんて思います。じゃあどうすれば生きやすくなるのと、神様も助けてくれと死んでしまうよということがあるかと思いますので、具体的な対策ということをここからお話ししていきます。まずは起床時の対策について。これやっぱり朝起きるのがしんどいよという方は、まずですね、さっさと夜寝るっていうのが何よりも重要です。睡眠時間4時間しか寝れてないのに、なんか体しんどいんだよね、いや、それはしんどいに決まってるやんってことなわけです。なのでちゃんと夜寝るためのルーティーンというのを作ってください。例えば家帰ってきたらまずお風呂入って、その後ご飯食べて9時には布団に入るとかね、 YouTube は例えば8時とか9時までにして、そこからは自分のことをして11時には布団に入るみたいなね、ルーティーンを作ってほしいです。で、基本的に ADHD の人は計画してもやらないんですよねって言われる方いらっしゃるんですけども、それは違います。やらないんじゃなくてやれないんです。やる能力がないんです。うって思うかもしれないけど、ここを認めておくことが大事なんですね。ご飯食べたらすぐお風呂入ろうって思うんだけれども、2時間ダラダラしちゃうんですよね。いや、気合が足んないんですかねって、まあそういった相談あるんですけど、違います。あなたにはご飯食べた後にすぐ頑張れるだけの能力がないんです。うぅ、つらいみたいなね、もうこれでね、ちょっともうこれ以上来たくないからって思うかもしれませんけども、ここからが大事なんです。だからこそあなたがちゃんと行動ができるルーティン、計画を立てる必要ってのがあるんですね。ご飯食べた後にすぐお風呂入ろうっていうのはやっぱりしんどいと。まあ例えばレベルで言うのであれば70レベル必要ですと。でも自分はレベル30の人間です。だったらレベル30に合った計画を立てる必要ってのがあるわけですね。具体的に言うのであれば、家帰ったらもうめんどくさいけどとりあえずお風呂入っちゃおうとか、とりあえず明日の準備をしてお風呂入るところまでは自分の仕事だと思ってスイッチをオフにせずにやりきろうと。で、そこからご飯食べてダラダラして寝ようみたいなルーティーンにしてしまえば、気合とか根性を使わずに行動ってできていきますよね。もしあなたが決めた計画というのが3日続かなかったら、それはあなたに合っていないんです。だからこそそれで終わらずに
改良していくこと、改善していくこと、ルーティンを変えるというのをまずやっていてください。どうすれば自分は早く寝られるのか、どうすれば計画的に終わるのか、気合や根性なんかを使わずに、これ使ったところで絶対うまくいかないので、使わずにうまくいく計画っていうのを立ててください。いや、そんなこと言われたってよくわかんねえよっていうのであれば、カウンセリング声かけてください。その道のプロだから、幾多もの人を習慣形成してますよ。そしてほとんどの人は間違った習慣形成とかルーティンの作り方してるんですね。具体的にこちらの動画とか見ていただくと自分のルーティンの作り方見えてきますが、あなたに合ったオーダーメイドのねルーティンなんてのを作るにはやっぱり詳しくお話聞かないとできませんので、ぜひお声掛けいただければと思います。そうすればちゃんと変わる方変わるので、トライというのは続けてください。そして今のは ADHD の方に対しての対策でしたけども、 ASD アスペルガーの人なんかは慢性疲労でしんどいっていうのであれば、栄養と運動は意識してください。まあ、そこら辺でこちらでお話ししたので合わせてみていただいたらななんて思うんですけども、タンパク質とかお野菜っていうのを普段からしっかりとったりとか、運動習慣を身につけることによって体の疲れっていうのが流れていって、よし、また明日も頑張れるぞっていう体作りができるんですね。これなくして慢性疲労改善しません。言ってしまえばガソリンが全然足りてないのにもかかわらず車で走ろうって無理じゃないですか。で、運動っていうとつまり試運転というかね、エンジンを温めてもいないのにもかかわらずいきなりね、もう F1 に勝てるぐらいダッシュを速いスピード出そうって言って、そんなん無理なわけです。いざ起床時になったらどうすればいいかではなく、その前に勝負は全て決まっておりますから、ぜひそこを意識してみてください。そして準備編の対策について続いてお話しします。朝準備で困ることどうすればいいのというと、結論、簡単な話です。前日に準備しておくということですね。明日の必要なものとかやんなければいけないものを前日のうちにやっておけばいいんですよ。いや、そんなん分かってるかなって思いますが、まあ、それを分かっていることができない方がやっぱり僕ら発達障害持っている方は多いので、改めてですね、口酸っぱく言わせていただいて、あ、大事なんだよなってね、自覚していただければと思います。でやっぱり耳に入れば入るとね、あの人間というのはですね、いい意味で洗脳されてですね、あ、頑張ろうってモチベーションになりますのでぜひね、あの耳はもげそうと思うかもしれませんが、聞いてください。まあやりやすい方法っていうのは結構いくらでもあるんですよね。例えば明日書類が必要とか鍵が必要とか財布は持っていかなきゃいけないよねっていうのであれば、全部まずカバンの中に入れといてください。一つにまとめておく、これは重要です。よくね、扉にかけておくなんていうね方法がいいよって言われますけども、実際僕はですね、扉にかけてても忘れます。はい、玄関のところにポンって置いといても、それを忘れて出勤しちゃったりとかするんで、あんまり僕はこれおすすめしないですね。まあ、これはもしかしたら僕が重度の ADHD アスペルガーだからのかもしれないですけども、やっぱり、あんまりかなと思います。で、結構ね、こちらの片付けの動画でお話ししたんですが、場所を決めておくというのは忘れ物対策でとても大切なんですね。仕事終わり、カバンはここに置いておく、仕事に必要なものは全部カバン、もしくはこの箱に入れるみたいなことにしておけば、あれ、机に置いたっけな、棚に入れたっけなってごちゃごちゃしないですよね。先ほどのルーティンの話とつながるんですけども、決まり事というのがあれば僕らってミスがすごく減るんですね。その場その場で頭で考えるからうまくいかないわけです。仕事のものはカバンに入れておく、準備は前日の夜書いてきたらすぐやるってルールを決めてやってみてください。そしてその上でチェックリストだったらもう完璧ですよね。パソコン、書類、ノート、筆記用具、あとは職場で必要な何か工具とかね、わかんないですけども、あなたが必要なものってのをチェックリストを作って、じゃあそのカゴの前に貼っておくと。で、前日準備の時に指差し確認で、これ入ってる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 って見ておけば、まあ失敗しないです。なぜうまくいかないのか、これを面倒くさがって横着したりとか頭の中でやるからですね。基本的にですね、人間の脳みそというのはですね、発達障害関係なくそこまで高スペックじゃないんですよね。結構抜け漏れとかってのはやっぱり多いわけです。で、なおかつ僕ら発達障害を持ってますから、エラー率は高いわけですよね。ノート破って手書きでとりあえず作って、そこにペタッて貼っておくだけでいいですよ。自分の頭を頼らず外部の記憶装置を頼ってやれるような仕組みっていうのを作ってください。またカバンが重すぎるよということに関して言うのであれば、周りの人と相談して、これはいるのかいらないのか
というのをね、手伝ってもらってください。基本的に整理整頓、僕ら難しいです。家がね、散らかっているのでどうしたらいいですかっていうことをね、聞かれた時は、とりあえずお掃除代行とかの人に手伝ってもらって一気にやってくださいなんて僕よくアドバイスするんです。そう、人の力を素直に頼るのが早いんですね。自分でやろうって思ってどれだけの時間が経ちました。整理しなきゃいけないんだよなって分かってるけど後回しにするじゃないですか。だったらもう人にお願いして、すいません恥ずかしいんですけども、ちょっと手伝ってくれませんか、いいものいらないもの仕分けしてくれませんかってね、まあ先輩に頼むのもいいですし、ジュースおごるからとか、なんかおごるからって言って同僚に手伝ってもらうのもいいですよ。恥は一瞬ですけども、やらなかったらずっと後悔しますので、勇気を出して一歩踏み出していってください。そして最後、出発での対策について、まあ、これね、対策っていろいろあるんですけども、今日ここではマインド、考え方のことについて詳しくお話しできればななんて思います。これなぜ遅刻をしたりとかバタバタしてしまうっていうことが起こるのかっていうと、まず一つ目、横着するからなんですよね。朝時間がない時に限って掃除とか洗濯とかいろんな勉強とかってしようとしてませんか？もしそれをしたいのであれば、よっぽど早く起きるのであればいいんですけれども、ギリギリに起きてギリギリなのにやろうとしません？いや、それ休日でいいやみたいなね。基本的に僕らマルチタスク、つまり同時に2つ以上の仕事を一緒にやるってことが無理なんですよ。朝は朝起きて出発するということだけに集中して、なるべく早く出勤することを心がけてください。朝の仕事はまずこれだけなんですね。で、勉強したいよという方は職場の近くの喫茶店とかで勉強してください。30分前にも着いたら15分ぐらい勉強できますよね。15分前に職場の近くに着いたっていうのであれば、もうそのまま出勤してください。そこから何か勉強しようって思ったら基本的に絶対遅刻します。時間に追われて勉強に集中もできませんしね。むしろもっと言うのであれば、電車の中で勉強すればいいわけです。僕たちはシングルタスク、一つのことに集中した時に力を発揮します。朝は横着をせずに、マルチタスクしないで出勤することだけに力を注いでください。そして2つ目の考え方、マインドについて、これは特に ADHD の方結構傾向強いんですけども、遅れてもいいやとか、自分のやりたいことをやりたい、なんとかなるだろう、謝ればいいやみたいな考えをやめるということですね。まあ分かりやすい極端な言い方をしたら、まあ、僕ら ADHD の人っていうのは自己利益を追求し、人のことを舐めてるみたいな傾向があるんですね。うわー遅刻だー、また怒られるって済んじゃうわけですよ。もちろん怒られるのは嫌だし、いや別に自己利益だなんて、一生懸命間に合うように頑張ってますよって言うんだけれども、結局出勤前にちょっと片付けやったりとか、ギリギリまで寝てたりとかっていう、やってることは違うわけですね。だって例えばの話、明日の朝6時までに新宿駅に来てくれたら1億円あげますと、ただ1秒でも遅れないでくださいなんて言われたのであれば、もう1時間と、むしろ、ね、前日から待機してません？そのぐらい必死になるじゃないですか。でも仕事遅れただけでは1億円損するわけでもないし、まあボーナスとかには関わるかもしれないけども、それでも眠いしな、これでも頑張ってるんだけどなみたいな思いってやっぱり出てきてしまいますよね。そう、まあ、これは衝動性とかっていうことにもつながってきたりとかするんですけども、結局僕らって欲望とか感情に流されてしまうんです。実際僕の母親なんてのも重度の ADHD なんですけども、もう自分の利益、人のことはどうでもいい、自分がどうあるかどうしたいかみたいなことがやっぱり強いんです。そうするとどうなるかっていうと、周りの人ってやっぱ離れてちゃうんですね。だって自分のことしか考えてないんだもん。人のこと考えてない、待ってる人の気持ちどうなの、あなたが遅れることによって相手のスケジュールっていうのは狂うかもしれない、そこまで考えてないわけですね。よく僕ら発達障害の人はコミュニケーションが苦手ですって言われ方をします。だから友達がいないんだよとか、だからね人間関係うまくいかないってまあ言われるんですけども、あくまでそれは表面的な理由であって、奥底のマインド、考え方、あり方というのが実は大元の原因なんですよ。一時が万事、目の前の小さなことに対しておろそかにする人というのは結局大きなものを得られません。この話ってすごく耳が痛いことだと思います。何度も何度も改善しようと思ってもうまくいかなかったんだよってね、まあ20代の僕も同じこと言ってました。いや遅刻しないように頑張ってるんですけどってね。でもその頑張る方向性だったりとか、やり方、あり方がずれていますと仕事も人間関係もうまくいかないってなりますから、
まあ、この動画ね、だいぶ耳の痛い話になりますが、ぜひですね、そこのところでの少しずつ変えていきましょう。じゃあどうすればいいのっていうのはもう可能性で言ってください。まあ、この動画ではだいぶスパルタって言いましたけど、基本的に僕めちゃくちゃ優しいです。こうしていきましょうね。まあ、こうだといいですね。みたいな感じでね、あなたに寄り添ったアドバイスなんてのができますので、ぜひね、動画説明欄のホームページからね、カウンセリングに来ていただければと思いますし、先ほども申し上げましたけども、人の力は素直に借りる。まあ、僕が嫌だっていうのであれば、毎月イベントやっていて、いろんな人の話を聞けるので、人見知りでも一人ぼっちを作らないっていうテーマでね、話しやすい環境っていうのがありますんで、他の方のアドバイスなんてのを聞いてね、ちょっとずつ改善なんてのをね、してもらえればななんて思います。まあ、合わせて朝早く起きる動画、ありますんで、そちらもご覧になってください。大丈夫。あなたはちゃんとうまくやっていくことができますし、仕事も人間関係も成功を収めるだけの能力を持っているんですね。当たり前のことって退屈かもしれませんが、小さなことから始めていきましょう。僕は普段このに、あなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらに多くの人がね、この動画を見て幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。まあね、今お話ししたことというのは実は僕がずっと困っていたことです。てか、なんでもっと早く教えてくれなかったのみたいなね、内容でした。もちろん、人によっては、いや、ちょっとこれ受け入れがたいなとか、いや、分かってるんだけどしんどいなって言って、受け止めきれない部分もあるかと思いますが、まあ、ここだけだったら真似できるかな、みたいなところね、もしかしたらあるかもしれませんので、そちらを一歩踏み出していってください。一時が万事。大きな結果を得るために小さなことをやっていきましょう。あなたの幸せ、これより応援しております。以上、かずきでした。